秋田総合車両センターは、大宇本線泉街、旭川土崎間の秋田県秋田市土崎港、東3丁目に存在する、東日本旅客鉄道秋田支社管轄の車両工場である。旧称は土崎工場であった。秋田総合車両センターは、大宮英治の寄贈地に、1908年5月に開設された帝国鉄道庁土崎鉄工場を前身に持つ、 車両工場で国鉄の所管となってからは長らく土崎工場という名称であったが2004年4月1日の組織改正により現名称に改称した国鉄時代から各種車両の製造改造整備廃車解体を行っているが JR 東日本所属の電気機関車の検査動力用ディーゼルエンジンの整備は当センターのみで実施するまた駅に 配備されているステンレス製ゴミ入れの製造や日本国外からの研修生の受け入れも行っている。毎年1回センター内の一般公開を実施、入場している車両の展示、エンジンなど部品職場の公開、ミニ SL 運転などを行い、公開日には社員食堂も営業する。2008年に大宮総合車両センターが車両の配置を開始して以降、 JR 東日本で車両配置がない総合車両センターは当センターが唯一となっていたが2021年4月1日に別組織であった秋田車両センターの在来線部門が組織改正のため当センターの下部組織となり名称を秋田総合車両センター南秋田センターに変更当センターも車両配置のある総合車両センターとなった広島車両所にて 全般検査を受けた車両。台車に検査年月日及び HS が書かれる。逃走後車両センターの特徴として、台車ブレーキシリンダー部分に、検査年月日と AT が手書きで記入される。年、月のみならず日まで書き込む、車両工場としては、他に、日本貨物鉄道広島車両所が知られる。出店、JR 東日本テクノロジー株式会社 HP。 事業紹介本センターでは、土崎工場時代より、車両の製造実績がある。701系の製造業務は本工場において、52年ぶりとなる、車両製造である。ただし、川崎重工業で製作した、構えからだを本工場まで公主車両輸送により、搬入し、偽装、内装等を本工場で実施した、ノックダウン生産である。 E127K100 番台も川崎重工業で製作した構え体を組み立てたノックダウン生産である。ありがとうございます。